はい、皆さんアジは、これはアジですね。アジは皆さん、叩きで食べるとか焼いて食べるだけだと思ってますが、僕の生まれた房州ではこれを煮て食べるんです。しかも手で皮を剥いて、煮て食べるということなんで、今それをやりますんでちょっと見ていてください。それでは始めます。まずはですね、エラを取っていただきます。ちょっと大きめのアジなんですけど、取るとこのようにこうエラを引っ張るとこのように内臓がきれいに取れてあるんで、取れたらこれをまず水でよく洗ってください。そして、頭のここから手を入れるとこう皮が剥けます。とこのゼイゴですね、このゼイゴのカチカチが取れますん で片方の方も片方にこうやって、剥きます。そうするとアジが、こういう状況になります。したら今度はですね、このゼイゴもきれいに取ってしまって、そしてここの背びれから引っ張るとこういう風に全部ヒレも取れてしまって取れちゃいます。そして今度下の方のヒレも同じくこういう風に取っていってしまうと、きれいにこの骨が取れてしまって、あとはですね、ここに残ってる骨だけになってしまうので、あとはこれを生姜を入れて、煮て食べると最高に美味しいです。はい、今日は房州のアジの煮方をやりました。どうもありがとうございました。